ちょっとあのすいません、撮影中なんだよね。あ、そっくりさん、ちょっと放送中。あれ、あ、あんまりそっくりさんってきちゃった。すいません、失礼ですけど、あの鈴村さんですか？鈴村さんじゃないですか？鈴村さんのそっくりさんではないですか？あ、ごめんなさい、失礼しました。あ、なんだろう、あ、びっくりした、鈴村さんのそっくりしちゃった。あ、なんだ、そうですか、いつの間に入ってきちゃったの？そうですね、ダメだよ、ダメダメ。いや、寺島君、ほんと横から見ると鈴さんに似てるね、ほんと。俺もちょっと思ってた。確かに、マジで似てるね。ああ、そうなんですよ、最近、そう、あの最近結構よく言われます。この髪型のせいか、確かに髪型の、そうなんです、マジで似てるね。はい、もうなんか確かに横顔そうだ。お兄ちゃんって言っていいかもしれない、鈴さんの。でも会ったことあんの？あ、結構最近あの共演とかもさせていただいて。あ、本当に。そのために偽物って言われるんですよ。偽物、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 偽物。いいポジション、はい、あとよくネットで、あの僕は偽鈴村さんって呼ばれてます。なんかね、顔が似てるって言われるんだって。似てるの？あ、似てる、似てる、なるほど、笑顔が、あ、似てる、似てる、めっちゃ似てるな、これ笑顔がね、似てる、笑顔が確かに、そうなんですよ、めっちゃ似てるよね。ツイッターでこう写真が出回った時に、あの鈴村さんのファンの方が、あ、鈴村さんの写真だって思って拡大してみて、僕で、あの、いい加減しろみたいなやつね。なんで怒られて、何もしてないのにね。紛らわしいことをするな、お前はみたいな。写真あげた、どっちかって良かれと思ってあげたやつを叩かれたわけ。かわいそうにね、言われてしまうんですよ。でも似てるよね、俺も思ったもん。この間言われて本当に似てるなと思ったよ。いや、確かに、なんか普通にしてればまあそんなでもないですけど、笑うと似てますね、うん、確かに。ってことは、うちの弟にも似てる。弟って、弟です。すみません、うちの弟です。弟にも似てるのよね。弟は全然顔似てないのよ、はい、よく言われるの、一緒にいても、はいはい、本当に兄弟ですかぐらい似てない、でも笑ったら、あ、似てるってなる。あ、そうなんですね。笑うと似る。あ、ちょっとぜひ3人並んだとこ見てみて。なんかの進化の形態みたいになりましたね。徐々にこう、うん、そうそう、アウストラロピテクスからなんとかになったみたいな。北京原人みたいな、そういう感じになるよ、多分、うん。